12月に入り、クリスマスが待ち遠しいという人も多いのではないでしょうか。ちょっと変わったクリスマスコンサートの話題です。オルゴールがしっとりと奏でるクリスマスソングの定番、清しこの夜。神戸の六甲山にある六甲森の音ミュージアムで開催されている演奏家のいないクリスマスコンサートは30分ほどの特別プログラムで、アンティークのオルゴールなどの自動演奏楽器によるクリスマスソングや賛美歌の演奏が披露されます。館内もクリスマスの装飾をしますし、オルゴールですとか他の自動演奏楽器で聴くクリスマスの音楽っていうのは特別なものがあると思います。並べられた3台のバイオリン。弦を押さえるのも弓を動かすのも自動です。自動演奏楽器の楽譜となるのはブックと呼ばれるこの紙。中に開けられた穴のタイミングで音が鳴る仕組みです。この穴でオルガンや太鼓、鐘の音が奏でられます。のトリを務めるのはダンスオルガン。制作された1938年頃にはダンスホールなどに置かれ、社交界を盛り上げていました。大きな機械の中にはオルガンにアコーディオン、太鼓など数多くの楽器がセットされ、音と光でクリスマスムードを演出します。森の音ミュージアムでは1年を通して自動演奏楽器によるコンサートを行っていますが、クリスマスコンサートは特に人気があるといいます。人間でも難しいことをね、手動やら機械やらいろいろ使ってこんなにうまく組み合わせてできるもんなんだなと思ったらすごい感動しました。たまに来るんです。1年に1回とか、いつも素敵だなと思って聞いています。オルゴールですとこうやっぱりしっとりしますので、ちょっとこうムードが出ますし、こういった時期にはやっぱりカップルの方とかも来られて、こううっとりして見られてる方お姿よく見ますね。演奏家のいないクリスマスコンサートは12月25日までで、1日7回の公演は毎回違うプログラムが楽しめるということです。